ジェラール・モレノ・バラゲロは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県、サンタ・パルペトゥア・ダム・ゴーダ出身のサッカー選手、ビジャレアル・ CF 所属。スペイン代表。ポジションはフォワード。カタルーニャ州バルセロナ郊外に生まれ、2010年に、ビジャレアル・ CF に加入した。2011年5月5日、ラーヨバ・バジェカーの戦で、ビジャレアル・ B で、初出場し、プロデビューを果たした。 2011年12月10日、セグンダ・ディビシオンのヘレス CD 戦でプロ初得点を記録した。2013年7月8日、RCD マヨルカに1年間のレンタルで移籍した。レンタル移籍から復帰後、ビジャレアルのトップチームに正式に昇格した。2014年9月14日、グラナダ CF 戦に出場し、リーガエスパニョーラデビューを果たした。9月24日、 SD エイバル戦でリーガエスパニョーラ初得点を記録した。2015年8月13日、RCD エスパニョールに5年契約で移籍した。2016年1月23日、フルスビジャレアルで得点を記録したが、その試合ではイエローカードを2枚提示され退場処分となった。2017から18シーズンは16得点を決め、チームの残留に貢献した。 2018年6月12日、ビジャレアル CF に復帰することが発表された。契約期間は5年間。一石金は2000万ユーロで1200万ユーロが、数日中に支払われ、その後2年間で800万ユーロが支払われる。2019から20シーズン、リーグ戦最終節の SDA バル戦で2ゴールを決めるなど、リーグ戦では得点ランキング3位となる18ゴールを、 決め、スペイン人選手としての最多得点者に贈られる、サラ賞を受賞した。この活躍から、UEFA が選出した、ラリーガベストイレブンに選出された。2020から21シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグ決勝、マンチェスターユナイテッド戦で先制ゴールを奪い、クラブ初のヨーロッパタイトル獲得に貢献した。2019年10月15日のユーロ2020、 予選、スウェーデン戦で A 代表デビューを果たすと、11月15日、同予選のマルタ戦で代表初ゴールを挙げた。2021年、ユーロ2020では、グループリーグ第2戦のポーランド戦では、先発起用されると、モラタのゴールをアシスト、さらにペナルティキックをも獲得。しかし、これを自ら蹴るもゴールポストに直撃、この失敗もあり、試合は1から1の引き分けに終わった。 国際 A マッチ10試合5得点。ありがとうございます。